日程第3、湖南広域行政組合議会議員の補欠選挙についての件を議題といたします。市長から選挙発生事由についての通知に接しております。事務局長をして朗読いたさせます。事務局長。はい、議長朗読いたします。森喜寛第668号、令和3年10月19日、森山市議会議長、藤木武様。 森山市長、宮本和弘、湖南公益行政組合議会議員の選出について以来、終了の後、規、えー、職におかれましては、ますますご誠のこととお呼び込み申し上げます。さて、えー、下記の、旗、えー、議,議会選出の湖南公益行政組合議会議員が、同組合議会議会会議規則第101条第1項の規定により、 湖南公益行政組合議長宛に辞職願いを提出され、欠人が生じましたので。湖南公益行政組合規約第五条第三項の規定に基づき、同組合議員を選出いただきますようお願いします。き、一組合議会議員の氏名、森高安。二、欠員理由、辞職願いの提出。三、辞職日、令和三年十月十九日。以上。 決意員となっております1名につきまして、湖南広域行政組合規約第5条第3項の規定に基づき、補欠選挙を行います。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定に基づき、指名推薦の方法により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦によることに決しました。お諮りいたします。 指名の方法につきましては、本職において指名することにいたしたいと思いますけれども、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本職において指名することに決しました。それでは、湖南広域行政組合議会議員に、7番、赤渕義孝君を指名いたします。お諮りいたします。ただいま本職において指名いたしました1名を、当選人と定めることにご異議ございませんか。 ご意議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました7番、赤渕義孝君が、湖南広域行政組合議会議員に当選されました。ただいま当選されました7番、赤渕義孝君が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定に基づき、当選の告知をいたします。